小説を書き始めた目的は何ですか仕事がその都度不安定で小説に全力を込めれば暮らしていけるのではないかと思いました京都アニメーション放火殺人事件の裁判青葉真司被告本人への被告人質問が今日も行われ青葉被告が犯行に至るまでの経緯が少しずつ見えてきました 4年前、京都市伏見区の京都アニメーション第一スタジオにガソリンをまいて放火し36人を殺害した罪に問われている青葉被告逮捕されたときには犯行の動機について京アニに自分の書いた小説を盗まれたからと語っていました今日の裁判で青葉被告は職を転々とした後に無職になり 生活保護を受給していたと話し、何に対してもやる気が起きない中で、小説を書き始める出来事があったと明かしました。一日をどう過ごしていましたか昼夜逆転の生活になり、あの時に京都アニメーションのアニメを初めて見て、小説を書き始めました。そのアニメは 鈴宮春日の憂鬱です一日のうちに小説を書く時間は考える時間は24時間365日です京アニの作品をきっかけに小説家を志したという青葉被告その後自らが書いた小説を京アニのコンクールに応募しようと考えたといいます 共和に大象がまだ立ち上がったばかりである程度意見として出せるはずなので自分で前例を作れる足跡を作れると思いました強まっていく京アニへの思いしかしその思いが徐々に変化していきます青葉被告はインターネットの掲示板でやり取りを重ねた人を京アニの監督だと思い込みます そしてその人物とインターネット上で口論するようになり下着を盗むなどして逮捕された前科を指摘されこれ以上小説は書けないと悲観的になった末コンビニ強盗事件を起こしたと明かしましたさらに刑務所の中で今回の犯行に直接影響した闇の人物という存在が青葉被告の口から語られました。きっかけは 自分の過去の行動を知る人が刑務所にいたことなどから、警察の公安部に後をつけられていたのではないかと思ったという話からでした。公安部に指示したのは誰ですか闇の人物、ナンバー2。闇の世界に生きているようなフィクサーみたいな人です。海外に人脈があって、ハリウッドとかシリコンバレーに人脈がある世界で動いているような人。 官僚とかそういうレベルにも人脈がある人青葉被告を監視するため闇の人物が糸を引いていたという自分自身の考えを語りました弁護側初公判で事件の犯行動機としてこの事件は青葉被告をもてあそぶ闇の人物への反撃と主張し当時は妄想による影響で責任能力がなかったなどと主張しています またこの闇の人物と直接関係があるか問われると闇の人物を見たことがありますか一度だけちらっとありますどこで見ましたか刑務所の中に紛れ込んでいました詳しいことはわからないのですが知らない人がいるので誰なんだろうと思った記憶があります 一方で検察側は妄想に支配された犯行ではなく小説のアイデアが盗まれたと一方的に思い込み筋違いの恨みによる復讐として責任能力があったと主張しています弁護側の被告人質問はあさっても続き事件当時の状況などが語られると見られています先ほど午後4時前に裁判が終わりました 裁判の最後で青葉被告が小説を盗まれたと主張している部分について実際に京和に作品の映像が流され青葉被告が確認する場面も見られました今日の弁護側の2回目の被告人質問では青葉被告は終始身振り手振りを交えながら話していて証拠が示されるとやけどで自由が利かない体ながらもタブレットを持つ様子も見られました 証言台では生き生きと話していた一方で職員に車椅子をされて移動するときには少し下の方を見つめ検察側や傍聴席に目をやることはなく人と目を合わせないようにしているのではないかといった印象を持ちました被告人質問で小説を書き始める前後の生活状況などについて問われると青葉被告は当時の経済情勢や 事実についての豊富な知識を交えながら饒舌に話していた一方で何が事実でどこから彼の妄想なのかわからない回答も多くありました千子さん、判然としない回答が続いているように思われますが、今日の被告人質問で何か事件に繋がるような発言はありましたか弁護側は、冒頭陳述で犯行動機に影響したとされる闇の人物の存在を挙げています。 弁護側は被告の人生をもてあそんだ闇の人物への反,反撃だったと主張しているんですが青葉被告本人の口から初めてこの存在について話す機会がありました闇の人物は海外に人脈があり警察の公安部に指示できるような人物と話していて刑務所に入っていた時に闇の人物を見たことがあるという話もしていたのですが 今後、この人物がどう事件に関わっていくのか裁判でも注目されます関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。